お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやじさんが俺を大切な身内だと。当たってねえやろ。ようやく来たかい。お待たせ。浜子さん、これは一体。こいつら、私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだ。あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよこの店は。急にどうした。ブリーチジャパンされたんか。異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。超怪しくない。無料で住める。じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。無料で。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直す。でも若はそういうあぶれ者の存在をゴミ以下って言ってたよな。浜子さんはどうするんだい。困るだろ。絶対ムラがあるよな。俺その辺もちゃんと考えてくれててね。私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。給料もいいし世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。やっぱり若やろ。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな白状な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。来てるんか。青木亮が今日異人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前横浜に家族で移り住み不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ町を愛し町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は異人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として同じ志を持った仲間として、そして君の親友として本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。
小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し。天国で見守っていてください。立派な役者になれるよ、若。小笠原さん。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技をね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。そうよね。何考えてやがんだ。わけわからんよな。人生ミスじゃない。出てきたぞ。行くぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか。次の選挙、民事党の目標議席は。一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは。ちょっと押さないで。押さないで。はい、通して、通してください。青木都知事。ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り。都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か。ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ。この近くに地下銃は。でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。いよいよ若と一のご対面や。行くぞ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 。あっ、ここから入るね。オッケー。でもね、若と春日はまあ長い付き合いなんやろうけど、プレイヤー視点からしたらキャバクラに行った思い出しかねえかんな。でもこの春日がこんだけ思い入れあるってことは、多分優しい男やったと思うよ若は。キャバクリのダメ人間のイメージしかないけどな、勝利。どうしても、見守りがいるね。まあ順義ダンスで一発やるけど。わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。行くぞ。おい、なんだお前ら。お前らここで何してる。通してくれよ。都知事と話がして。ダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ。お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだってね。ダメだ。どうしても。ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。ああ、否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人や。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなよ。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあお前ら、おとなしくそこをどけ。さもないと。動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。どく。っていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、
嘘だよ、ど素人め。うまく。舐めやがってクソが。男はみんなが妄想するやつやだ。いてまえ。まだ車発進してないな。じゃあ準備よろしく。お堅いね、さすが SP の皆さん。てか、オーミレンゴか。リバーサルショット。おお、普通に銃撃ってきてる。もうお前ら許さんぞ。ずるいぞ。また強くなっちまったか。それの男。くそ、待て。てめえ、一番大丈夫か。若、何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで。気づいてねんか。バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、若、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので何卒ご容赦ください。では次の予定がありますのでここで失礼いたします。呼び出しくろって。ああ、やっぱ知ってたんか。わか、今夜乙姫ランドで会う。青木から誘ってきたのか。ああ、ただしさせてあげることが条件みたいだ。向こうが一人なら俺も一人で行く。そんなの信頼できるの。まあ普通に考えれば罠なんだけど。そこを疑ってちゃらちがいかねえよ。せっかく掴んだチャンスなんだ。つまり行っちゃってことだよな。もちろんだ、ね、じゃあせめて私たちは近くに隠れてさ、何かあればすぐ助けに行けるようにしようよ。いいや、気持ちありがたいが必要ね。どうして。若が一人で来る可能性だってある。せやな、おやっさんみてえにな。そんなの考えずれよ。あいつが計算尽くしでやってきた様子は散々見てきたろ。かもな。でももし若が一人で来てた時、その時俺はとんでもない不細工な男になっちまう。そんなのは嫌なんだよ。絶対何かしら来るやろ。もうロード画面にジョーがおるってことはさ、ジョーが、ロード画面に出てくるキャラクターがこのショーのメインパーソン的な役割になってるから、絶対ジョー出てくるよな。バカイチです。あなたの車椅子を押す係だったイチです。あっ、バカ。バカ、こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。
昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。ほんまに治したんや。知ってるか。向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があっても、ヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃ、ほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。そら誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。ええ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。バカ、いつからそこに。この頃の若超かっこええねんけど、戻ってくれんか。若、おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。
ですか？うるせえ。そんな。行こうぜ。どうせ酔っ払いだ。何あれ。具合でも悪いのか？見るんじゃねえ。見るんじゃねえよ。おい、起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。マサワンじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ？え？田舎のおもちゃ屋か？あ？おもちゃだと思ってんのか？本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした？ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。若がやったんか、それで。その男が、鈴森。ああ。俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ、俺は若の代わりに、出頭したってことですか？そうさ。親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。
それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前を、あいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか？犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。やっやっぱり裏があったか。裏しかないじゃあ。若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。
なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。やっぱいるかしら。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが、若の最後の情けを無駄にしやがって、愚か者が。ラジオとお前の嬉しいわ。懐かしい感じがし、上に持ったんかい。やべえな、純義ダンスがなかったらまずいな。